はい、それでは本出選手と対戦されます延原空選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、いよいよ明日に迫りましたが、はい、体調いかがですか？体調めちゃいい感じです。もうバッチシ、グッと。グッと。はい、弟子対決になります。甲斐さんの存在はやはり大きいですか？いやー、めちゃくちゃ大きいですね。この前もやっぱ雷神で超かっこいい姿をこう見たんで、僕もちょっと同じようにこう駆け抜けていかんといけないと思って。会場実際行かれたんですか？会場行きました。もちろん行きました。はい、日韓対抗戦第1試合目になります。日本勢を引っ張っていく自信どれぐらいありますか？ああ、もうそれはもう宇宙まで届く自信。俺にはもう無限大だけ。はい、対戦相手の本出選手、ムエタイの国家選抜にご存知ですか？選ばれている選手ですが、自信のほどどれぐらいありますか？まあ喧嘩だからって感じ。ムエタイだろうがなんだろうが俺には関係ない。1分は俺が強い。この大会の趣旨の1分は俺の方が強いってことですね。俺の馬力はハーレー・ダビッドさんや。はい、はい、MMA を重点的に練習してきたとおっしゃってたんですけども、どのタイミングでキックに切り替えましたか？いや、キックはほぼやってなくて、もうほぼ MMA の練習ばっかりやって、最後ラスト1週間で、まあ、ちょっとボクシングやったかなっていう。1週間だけだった。1週間だけ。まあずっと動画見て、本出選手の動画見て、あ、強えな強えな強えなっていうなんか対策はして、まあだけど、まあ1分だしな、ボコボコにするかみたいな。一応じゃあ対策も練ってきたということですね。当日の相手の出方次第ですね。いやもう俺突っ込んでいい。あ、本当ですか？俺突っ込んで、バンバン前に。ボコボコにする。めちゃくちゃ楽しみですね。みんな見ててください。はい、それでは最後に応援してくださるファンの方々へ一言お願いいたします。うっす。今回の試合はマジおもろいことになるけん、俺のまず初っ端から俺の姿をみんな見とって、購買きちいぞ。はい、それでは以上になります。頑張ってください。ありがとうございました。この番組は喧嘩道、ザナ、ゼノ、オニマルホーム、エクシア、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。